この日の一粒万倍日の使い方は、人を見つけ、人とのつながりを作り、一緒に始める。ようこそ、予言天狗みはるです。今回も神様からの予言をお伝えします。5月16日一粒万倍日についてお話しします。あなたは玄米を食べていますか？よく聞くのは硬くてまずい、そう思っている方が多いようです。あなたはいかがでしょうか？でもそれは断言しますけども、まずい炊き方で炊いて、まずい食べ方をしてるんです。今龍神の力を宿し、みそぎ浄化ができる天命覚醒の玄米ユニアの実りのアワードを開催していて、多くの方がシェアしていただいてます。ぜひあなたにもそのシェアを見ていただきたいし、ぜひユニアの実りをチェックして美味しい玄米を味わってほしいです。炊き方、食べ方については今日の動画のエンディングでお話ししたいと思います。では始めていきましょう。唐突ですがワークをしてください。普段あなたが付き合いがある人のいいところをいくつ挙げることができるか、その人を思い浮かべながら書いてください。これはぜひ今やってください。そしてちょっと時間がかかるかもしれないので、この動画を一時停止して紙とペン、もしくはパソコンに入力していってみてください。ではどうぞ。どうでしたか？書き出せましたか？あなたがたくさん書け出せた、その場合明日に向けて準備ができています。でもたくさんあげられた方もそうでない方も、ぜひ今日大事なことをお伝えしますので、ちゃんと最後までお聞きいただけたらと思います。今4連続開運日の真っ只中にいます。5月14日から5月17日まで、これは進化発展の4日間であり、この4日間を吉祥天結というストーリーで過ごすことによって、大きな未来を変える力を持っている4日間。明日は5月16日でその3日目になります。めちゃくちゃ重要な日です。ものすごく大事なエネルギーが宿り、大きな開運に向かう4日間、この4日間を活用していくために大切なことがあります。天と地をつなぐ結び、これがキーワード。まず今日の内容を理解し、明日大事な5月16日を最大限活用してください。もしあなたがこの4日間についてお話ししている昨日おとついの動画をまだ見ていないようであれば、この動画の後でぜひ見てください。起承転結の流れを見ることが大事ですので、ぜひ。明日5月16日は一粒万倍日という非常に大事な開運日、そしてそれも2日連続の一粒万倍日の2日目になります。あなたの人生において大きな発展のきっかけになる日ですので、一粒万倍日は神様の愛が降りてくる特別な日ですから、とにかく活用してほしいんです。もし明日のエネルギーを活用しないまま、いつもと同じようになんとなく過ごす、変化なく過ごしたら、大きなチャンスを逸したということになります。目の前に流れてきたチャンスをちゃんと掴まないともったいなさすぎです。でも多くの人が今回の4日間の開運日のエネルギーの流れを知らなければ、一粒万倍日が連続することの意味も分かっていません。分かっていない以上、そこに価値を見出すということがそもそも難しいので、まずは知ることから始めなければいけません。今日の動画を最後まで見ることで、あなたは4日連続の開運日の真ん中にある連続一粒万倍日、その2日目の意味を知ります。そしてどう行動すればあなたの進化発展につながるかということを知ります。知らないと生かすことはできませんので、知ってしまえば生かすことができます。実はこの4連続開運日は今月の後半でまた来ます。だからこそこの4日間をしっかりと生き切ることが次にもつながりますので、めったにない大きなチャンスをあなたがものにするための大事な話をしますので、今日の動画を最後までご覧ください。一粒万倍日と、一粒万倍日というのはこのチャンネルでも何度もお伝えしておりますが、あなたが初めてかもしれないので簡単にお伝えしておきます。一粒のもみをまくと大きく実る、万粒にもなる日、そんな進化発展のエネルギーが流れているのが一粒万倍日。これは宇宙法則である十三原律という、一二三よいつむよ七やここのたりももちよろずという13の数玉で、この全て宇宙は動いていて、その8矢の数玉という進化発展のエネルギーが流れるのが一粒万倍日です。
そして2日連続で一粒万倍日になるのは年間でもこの季節の特別なことであり、この日は特に神様から日本人、日本建国に向けて下ろされた命令であるユニア稲穂の進捗という進捗が力を持って発動される、そんな日になります。ですから未来に向けて新しいことを始めていくことが大事。そしてユニア稲穂の進捗が伝えている、お米を育て、お米を祭り、お米を食べ、世界を繁栄させ、地球を次元上昇させなさいという次元上昇にまでつながる意識、それが大事になります。グレゴリオ暦、実の領域で見る5月16日。グレゴリオ暦という月と全く無関係に動く暦、グレゴリオ暦で生活していると覚醒しなくなる物質界に埋没してしまった暦ですが、この身の世界をあまりにも浸透している暦なので、その数玉が物質界に宿っています。そうすると5月16日の数玉で見ると、まず5月は自分軸を固めることがテーマ、自分軸を固めようとすることが大きな5月のエネルギーに後押しされる日です。そして16は、1は人の数玉であり、一つであること、ワンネスであること、対極である、排他しないということが大事な日。そして6、無有の数玉、理想、人間関係の結びを表すのが無有の数玉です。そして1と6、それを足すと7、7の数玉は地球、大地、産砂様、大自然を表します。つまりこの日は物質的な結果を得たい場合、自分軸を明確にしようという意図を持って、他の人を排他しない、一つであるという意識で理想に向かうこと、地球上において行動をすること、そのような行動をすると結果が出やすい日、そんな吉日と言えます。そしてカタカムナカズータ暦という木の領域を司る暦で読む5月16日、1万3000年昔から神々もお使いになられていた13ヶ月、1ヶ月28日の暦、カタカムナカズータ暦で見ると、この日は5月25日になります。このカタカムナカズータ暦は木の領域を表す暦で、5月のテーマは自分軸を固める、これは実の領域と一緒なので強くこのテーマは流れています。そして25、2、二極化の調和、そして5は自分軸を固める、5月と25日の5でゾロ目になってますので、自分軸の強化が超重要です。そして2と5を足して7ですので、地球、大地、産砂、大自然というエネルギーが流れています。それを踏まえて5月16日はどういう日なのか、自分軸を明確に持ち、全ては一つであるということを意識に置きながら、理想に向けた行動を取ること、そのことで産砂様という、あなたにとって最も大事な神様からのお力添えを受けることができ、現実が大きく進む日ということができます。それを踏まえて5月16日にやるべきこと、この4連続開運日で起承転結で進むというふうにお伝えしていますが、今日3日目になりますが、マイケル・E・ガーバーが伝えているビジネス発展の法則、まずドリーマーが夢を見て夢に向かって進むという荒御霊の魂を発揮し、それが起、そしてストーリーテラーがストーリーを描き、ストーリーを語り、感情を動かし、人を動かす、サチミタマの働きをし、これが小、これが昨日まで14日の虎の日、15日の一粒万倍日の初日という流れで、今回起承転の転、この転にあたってリーダー、全体の方向性を合わせる人、調和させる人が重要になり、それはニギミタマの魂ということになります。そして進化、考える人、システムを作る人、今まで作り上げたものをうまく回していく人、クシミタマの魂の出番であり、それがケツということになります。そういった意味で明日16日は起承転結の転、今まで夢を決め、それに向かってストーリーを決め、人と調和させ全体的に進んでいく流れを作るのがこの日になります。その前提で5月16日2日目の一粒万倍日でやるべきことは、周りの人を巻き込んで新しいことを始める、これをやってほしいです。新しく16日物事を始め、その次の実の日につなげてください。
何か大きな物質的な変化、成果を得たい場合、一人でやるのと周りと力を合わせるのとではどっちが大きな結果になるでしょうか。当然周りの人の力を借りる方が大きな成果になります。そしてこの日は調和させ全体をまとめ進んでいく第一歩を踏み出すことが大事、そんなエネルギーが流れていますので、周囲の人を巻き込むという意識が大きな結果につながります。ですからあなたの対人能力も試される日でもあり、相手に強制することなく相手が断れないようないざないオファーを提示していくことが課題となります。これから二極化がますます目に見えてくる争いや対立、ぶつかり合い、これが2024年の大きな流れでもありますので、そこに飲み込まれてしまうと大変なことになってしまいます。そうならない自分になるためにも今仲間を作る、そのタイミングとして絶好なのが5月16日ということを覚えておいてください。この人に力を借りるというのが、天という神の愛、神様のご意志と地、地球、大地、うぶつな様との中間にある人、この人が天と地をつなぐ、そんな役目も持っていると考えてください。神の愛が地に降りるのが今の時代、風の時代であり水亀座の時代、アクエリアスの新時代とも言います。この日の7の数玉、気の領域においても身の領域においても7の数玉が根底にあり、それを天とつなげる人の役割、人同士がつながり人を動かし人と共に結びを作る、これが6の数玉であり、この日物質界において必要なこと、有効なことだと言えるんです。そこで周りの人を巻き込むためには、巻き込みたい人の美点を伝えるということが効果的です。先ほど断れないオファー、相手が乗らないわけにはいかないオファーが大事だと言いましたが、まさにそのような状況を作ることも大事です。そのために巻き込みたい人の美点を伝えてください。何かを一緒にやりたいと思った人に対して、その人のいいところ、それを伝えていく、これは普段からしていくことが大事です。この日の一粒万倍日の使い方は、人を見つけ人とのつながりを作り一緒に始める、それはいいよ一緒にやろうよという言葉を引き出すのでもいいんです。それが大きな未来を作りますので、人との関係が大事。そのためにもその人に対してしっかりとした礼をしてください。人に対する礼は45度です。頸椎を曲げずに45度の礼、それをしっかりとした上で、その人に打算ではなく、あなたの本当の気持ちを断れない形で伝えるにはどうしたらいいのか、それを考えて行動する。そうするとこの4連続開運日がものすごく大きな展開を引き寄せてくれます。そしてもう一つ大事なこと、それはうぶすな様にお参りをする、これも必ずやってください。新しく物事を始めるにあたってうぶすな様にご報告すること、これは人生の担任の神様ですので必ずやってください。どうしても行けないという場合は遥拝でも結構です。離れたところからイメージでお参りをすること、これを遥拝と言います。でもこれはやむを得ない場合ですので、何か何でも行かなきゃと思ってください。うぶすな様というのはあなたが今住んでいる場所の多分近くの神社、そこがうぶすな様になります。神社庁でもその神社の管轄地域というのがありますので、必ずしも一番近い神社がうぶすな様とはならないということもありえますが、まずは一番近い神社に行ってみて社務所で聞いてみるというのをお勧めしたいと思います。では今日の話をまとめましょう。5月14日から17日の4連続開運日、この4日間は起承転結で、そこから先の大きな発展をつかむために活用してほしいということで、4日連続このチャンネルではお届けします。明日は16日で2連続一粒万倍日の2日目になります。冒頭であなたの普段お付き合いのある人のいいところをいくつ挙げられるかというワークをしてもらいましたが、この日は人との関係が大事で、人の美点を見つけてその人と共に進むスタートにするべき日ということでお伝えしてきました。
この日は一粒万倍日で、しかも連続一粒万倍日の2日目、言うには稲穂の進捗という神様からの日本に降ろした天命、その天命の発動が起こる日、大きな進化発展がある日であり、グレゴリオ暦とカタカムナカズータ暦でこのカズタマを見ると、自分軸を明確に持ち、全ては一つであるという意識を持ちながら、理想に向けた行動として、人とつながる、人と始める、そのような行動を取ると、ウブスナ様からもお力添えをいただき、大きく進化発展できる日、それが5月16日だとお伝えしました。そこで5月16日にやるべきこと、一つ目は周りの人を巻き込んで新しいことを始める。そのためにも強制ではなく、相手が断れないオファーをすること。これは武学的に言うと、相手の自由の中に自分の自由を見つけるということです。相手の自由を犯さない中で、相手が自分に共感し、一緒に進もうという決断をしてもらう、そのエネルギーは流れているので、誠意を持ってやれば必ずこの日は実ります。そして神の愛とウブズナ様、地球大地とつなぐ存在として、人、人間関係の結びを作り、より理想に向かった行動をしていく、それがこの日に流れているエネルギーであるとお伝えしました。そのためにも、周りの人を巻き込むためにも、美点を伝えると良いということで、ぜひやってみてほしいと思います。面と向かって話をするときには、必ずしっかりとした45度の礼をしてください。そしてするべきこと2つ目、ウブスナ様にお参りをする。新しく物事を始めるにあたって、ウブスナ様という、あなたを一生面倒を見てくださる大事な神様にご報告をしてください。5月14日に起承転結の決を決め、理想を決め、そこに進むことを決めました。そして5月15日一粒万倍日の1日目で、あなたのストーリーを描きました。起承転結の後のあなたの人生、ああいい人生だったと言えるストーリーを決めました。明日5月16日はその起承転結の決に向かって、あなたの描いたストーリーに向けて人を動かす、一緒に向かう人を集め、一歩を踏み出すという、新しいことを始めることが大きな未来の展開を作る大事な日だとお伝えしました。せっかくのこの4連続開運日、ぜひ意識しながら、その意図を持って行動することで、間違いなくあなたの未来は変わりますので、ぜひ変えていきましょう。ということで、このチャンネルでは予言を通して人生をより前向きに生きていける動画を配信していってますので、チャンネルのフォローや高評価、コメント、シェアをお願いします。予言天狗と LINE で今つながっていただいた方には、素敵なプレゼント5つをお渡ししてますし、天命、地名、画名という、あなたが一番大事にしなければいけない理想、この理想の決め方についての大事な情報などを配信していきますので、この動画の概要欄にある予言天狗と LINE でつながるというリンクをクリックして友達になってください。それではまた次回動画でお会いしましょう。冒頭で玄米が美味しくないという声を聞くと言いましたが、おそらく間違いなく玄米の洗い方、炊き方、食べ方が問題だと思います。では大事なポイントをお伝えしますと、1、洗い方、2、浸水の仕方、3つ目、炊き方、4つ目、炊いた後、5つ目、食べ方。1つ目、拝み洗いをしてください。ボウルでも何でもいいんですけど、お米を入れたら、ちょっとずつすくい上げて、しっかりとこすり合わせて、拝み洗いをしてください。あなたの思念をその中に入れるように、これから私の体の中に命として入って、命としてその命をつながせてください。つながせていただきます。と言いながら、拝み洗いをします。僕は一二三りとの47文字を一拝みごとにやる、もしくはカタカムナの歌いの5種6種の53文字、その53回拝み洗いをする、このぐらいやってます。これは現実的な効果としても、米に傷がつきますので水が入りやすくなるんです。そして2つ目、水に48時間つけてください。できれば浄水された綺麗な水がいいんですが、水道水でもいいです。ただ毎朝2回は変えてください。そして48時間ですので、丸2日間つけてください。これつけなかったら硬くなって当然です。3つ目、炊く時に水多めで天然塩を入れます。
そしてできれば小豆も入れて一緒に炊いてください。イメージ3合炊く場合に小豆は大さじ3、天然塩は小さじ1、そんな感じで炊飯器の玄米モードで炊いてください。そして4つ目、炊き上がったらそのまま炊飯器で保温にしておくと数日で発酵玄米になりますので、栄養価がさらに上がり、もっちもちの柔らかいご飯になります。そして5つ目、200回噛んで食べてください。その時にはごま塩をかけて食べる。これでめちゃめちゃ美味しいです。ぜひやってみてくださいね。ということで、ではまた。